大阪市立島屋小学校は大阪市この花区にある公立小学校。この花区西部の工業地帯に立地し、学校の周囲は住友系の工場で囲まれている。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは同校の校区内にある。地域が工業地帯として発展したことに伴い、地域人口も増加したため、従来の大阪市四貫島人城高等小学校及び 大阪市春日出神城高等小学校の2校の校区を再編して1922年に大阪市島屋神城小学校として新設開校した。1925年には高等科を併設している。さらに地域の人口が増加したため1930年には従来の校区の一部を新設の大阪市温木島神城小学校へ分離している。 1941年には国民学校令の施行により大阪市島や国民学校へと改称している。太平洋戦争の選挙区悪化を背景に大阪市の国民学校では1944年以降学童疎開が実施されることになった。集団疎開先は各行政区ごとに指定され、この花区の学校では愛媛県方面への疎開が決まった。 島屋国民学校では、伊予郡郡中町、上永町、北山崎村へ疎開している。また、恩木島国民学校は、北郡大須町、新谷村及び天神村、桜島国民学校は、伊予郡南伊予村、郡中町へそれぞれ疎開した。太平洋戦争では、この花区一帯が、戦災による大きな被害を受けた。 1945年6月1日の第二次大阪大空襲では島屋国民学校の校舎が反昇し、また恩賀島国民学校の校舎が全焼した。さらに同年7月24日の空襲では桜島国民学校が消失している。地域が大きな被害を受けたことにより、終戦直後の1945年11月に恩、木島、 桜島の二国民学校児童を島屋校で収養し、翌1946年4月1日付で両校を合併している。学生改革により、1947年に大阪市立島屋国民学校となった。ありがとうございます。